次回の更新は12月1日金曜日です。次回の番組内容をお伝えします。街の出来事では、市内で行われたイベントの模様をお送りします。前橋町が市政について語るテレビ版市長コラム。次回のテーマはお悔やみコンシェルジュです。市政ガイドでは、環境政策課からゴミ出しサポート収集事業についてご案内します。定例記者会見での市長からの発表内容をお伝えします。続いてミニ情報のコーナーです。今回は州税課からのお知らせです。市税は福祉や教育、公共工事など市民の皆さんへのサービスを行うための貴重な財源です。市税の納期内納付をお願いします。市税は金融機関や郵便局だけでなく、コンビニ、スーパーなどに設置してあるマルチコピー機、キオスク端末などでも納付できます。またスマートフォンの専用アプリを使って納付することもできますので、詳しくは津市ホームページをご覧ください。松ぼっくりやどんぐり、南天などを使ってクリスマスの飾りを作りませんか？自然のものを生かして作るクリスマス工作会の参加者を募集しています。日にちは12月10日日曜日、場所は津市リサイクルセンター管理棟2階にある環境学習センターです。対象は市内に在住在学の小学生とその保護者で、定員は午前の部と午後の部それぞれ4組8人、応募多数の場合は抽選となります。申し込みは電話またはファックスで受け付けていて、ファックスの場合は担当者から折り返し確認のお電話をさせていただきますので、ご連絡先とお名前、クリスマス工作会参加希望の旨をお書き添えの上お送りください。応募の締め切りは12月2日土曜日午後5時です。なお月曜日は休館となっていますのでご注意ください。自分の好きなリボンやビーズなども自由に持ち込んで、世界に一つだけのクリスマス飾りを作ってみませんか？皆様のご応募お待ちしています。申し込み、お問い合わせは環境学習センター、電話 059-237-1185 までお願いします。最後は広報誌の表紙写真を紹介するコーナー、ワンシーンです。担当者がこだわって撮影した撮影エピソードは必見です。11月16日号の表紙は、10月22日に白山総合文化センターで開かれたふれあいフェスタ in 白山でのイベント、下克上球児の著者菊池隆弘さんによる書籍サイン会での一コマです。菊池さんの書籍を原案とした TBS の日曜劇場下克上球児がスタートした直後ということもあり、菊池さんに会いたいと130人ほどが列を作りました。中には2018年に甲子園出場を果たした元白山高校の球児やその保護者もいて、菊池さんとの交流を楽しんでいました。撮影担当者のこだわりポイントは、菊池さんのために来てくれた皆さんの行列や、お手伝いに来てくれた白山高校の生徒、そして菊池さんの背中の巻き起こせ下克上の文字が入るアングルでシャッターを切ったところです。メイン写真と一緒にレイアウトした小窓の写真にはほっこりするエピソードがあるんです。真ん中の菊池さんとタッチしているのは、甲子園出場を決めた2018年当時から現在に至るまで白山高校野球部で指導している磯島先生ファミリーです。そしてこちらの写真を見ている女の子は、甲子園出場メンバーである元白山高校野球部のお子様、
写真に写ったお父さんを指さして、ご家族で楽しそうにしている様子を撮影しました。イベントに参加した地域の人たちとの集合写真は、下克上旋風再びと言わんばかりの盛り上がりを見せ、皆さんの笑顔が太陽の光とともにキラキラしています。撮影にご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。この後は市役所からのお知らせをお送りします。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。今回のプラ雑は第17回桐山滝技能を放送しています。ぜひご覧ください。